サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの馬場です。今日は2024年の夏巻き人参の栽培のポイントについてご紹介していきたいと思います。夏巻きの人参というのは冬に収穫するには定番の栽培方法で、人参というのは貯蔵性も高く長期間にわたって長く使えるので、夏に開始して冬に取れるものというのは非常に重宝します。夏巻き人参というのは冬巻きと違って資材があまり必要ないというのが特徴です。どなたでも場所さえあれば簡単に挑戦できますので、非常にビギナーの方にもおすすめの栽培方法です。ただし夏巻き人参の難しさというところもあります。それは発芽させられるかどうかというところです。今回は5月から開始する人参栽培の準備についてポイントをご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それでは2024年の人参栽培のスケジュールについてご紹介します。夏巻きの人参というのは暑さが厳しくなった7月頃に巻く方が多いです。ということで人参は発芽させることが難しくなります。発芽さえさせればほとんど成功という言葉もありますが、人参は夏に巻いて水やりを欠かさず行い、その後は間引きさえしておけばある程度順調に大きくなると言われています。夏の気候もあり、ぐんぐんと大きく成長するのも夏巻きの特徴です。しかし近年ですと夏には30度以上の高温が毎日のように続くことが通例になっています。昨年などは雨もほとんど降らずに、種まき後に蜜をあげたとしても午前中で水分がカラカラになってしまうなど、夏巻きの人参にとっては厳しくてあまり都合のいい環境ではなかったと思います。ということで2024年の対策としておすすめが、6月に種まきをしてしまうということです。できれば梅雨時期を狙って種まきをしてしまうと発芽の成功率が高まり、また高温を防ぎながらある程度の大きさまで育つと思います。猛暑の中でのもう一つの問題点が、種をまいて芽が出たとしても暑さによって初期のうちに芽が枯れてしまうということも起きます。ということでなるべく6月巻きを意識して5月のうちに準備をしておくということはいかがでしょうか。ではどんな品種が夏巻きに向くかご紹介していきたいと思います。人参の種を選ぶ際にホームセンターに行けばいろいろな種類の人参の種が揃っていますが、夏巻きに向いた品種を選ぶようにしてみてください。暑さに耐性があるものがより、いいと思います。春巻きや冬巻きで余った種をそのまま使うというのは、暑さに耐性のない種をまいてしまうということもありますので、その点はよく確認してからやりましょう。まず一つ目の品種です。紅葉2号です。春夏兼用の五寸人参で、土の状態はあまり選ばずにどこでもよく太って育ってくれるのが特徴です。皆様がよくおなじみの人参の形状に当てはまる品種だと思います。味も非常に甘く、いろいろなお料理に合わせやすいと言われています。2つ目です。金時人参です。生育がとても旺盛で根の部分が真っ赤になる鮮やかな人参です。甘みや香りも独特で、何よりもその色目が美しいのでお料理した時に非常に映える品種です。金時人参の活用方法といったら、おせち料理に利用する方が多いので、今から栽培して来年の年始に活用できると思います。続いてベータリッチです。ベータリッチの特徴としては、とにかく甘みが強く、人参がちょっと苦手という方にもえぐみが少なく食べやすいという品種です。収穫直後に生で食べても非常に美味しくみずみずしいのが特徴です。ベータリッチは春から夏、冬にも種まきができるので年間を通じて活用しやすいのも特徴の一つとなっています。最後はピッコロです。生でも美味しい小さいサイズの極早生の人参で、サイズ的にはウインナーソーセージぐらいの非常に小さなサイズの人参です。特徴としては夏にも強いのですが、早めの栽培開始をすることで 2,3 ヶ月で収穫時期ということになります。本来の人参と比べると収穫スピードがとても速いので、空いてる時期を利用してうまく植えてみてください。ということで人参栽培の夏巻きという観点でいくつかの品種をご紹介しました。種を選ぶ際ですが、
選び方が2つあります。それはペレット種子とそうでない種子、これを選ぶということです。ペレット種子というのはコーティングの加工してあって一つ一つを巻きやすくなっています。農家さんなどでも種まき機で巻くのに便利なように加工されているのがペレット種子になります。一方では加工していないそのままの状態の種でたくさん一袋の中に入っているものもありますが、発芽しやすいのは実は加工がされてない方です。ペレット種子の場合は周りのコーティングされている部分が溶けてから発芽になりますので、水分がちょっと不足するとうまく発芽しません。一方でコーティングをしていないそのままの種というのは水分は吸収されやすく、少し多めだなというぐらいにまいて、その中で発芽したものを優先して育てていくという方法が取れます。値段が同じでも封入されている一袋の種の数が大きな差がありますので、家庭菜園でやる場合におすすめとしては加工されていない種をちょっと多めにまくというやり方もいいんではないかと思います。その辺はぜひ検討してやってみてください。その他これからの時期にやっておきたい準備についてご紹介していきます。一つ目は畑の雑草処理です。人参の天敵としては雑草も天敵と言える一つのものになります。生育の初期に雑草が生えてくると小さな人参の芽が阻害されてしまいます。こまめに雑草を抜いておき、土壌で人参の芽の成長を邪魔しないように取り除いておきましょう。真夏の栽培開始ですと太陽熱消毒という方法を取ってから人参の種をまくというやり方がやりやすいんですが、発芽を優先して6月に種まきをする場合は太陽熱消毒はやらずに開始しますので、今のうちからこまめに雑草の除去をして準備をしておきましょう。2つ目は土作りです。人参の土作りではしっかりと人参が土の中に根を張るようにちょっと深めに耕して石やちょっと硬い固形物は取り除いておいた方がいいと思います。肥料としては平米あたり牛糞が2リッター、鶏糞、油かすはそれぞれ 50cc 程度で構いません。肥料過多になってしまうと叉根が発生したり害虫が葉に寄りやすくなったり、栽培でトラブルが起きやすくなるので気をつけてください。また場所の選び方としては前作として人参を育てた場所はやめといた方がいいと思います。人参は連作障害として根こぶ病が発生しやすくなるので、なるべく植え付けはローテーションした場所を選んだ方がいいと思います。最後に真夏の猛暑で育成するために準備しておきたい資材がいくつかあります。それは不織布か寒冷紗です。発芽が始まってから葉っぱが10センチぐらいの大きさになるまでは30度以上の高温に当たると葉が耐えきれずに枯れてしまうケースがあります。それを防ぐために不織布や寒冷紗を設置して直射日光などを少し和らげてあげてください。寒冷紗であればアーチ状の段ボールを使い日よけを作りましょう。不織布の場合は種まき後にベタ掛けをしますので大きくなるまでしばらくかけておきましょう。このような高温対策も重要ですので、資材としてはこのあたりを準備しておけば安心です。今日は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。皆さん、家庭菜園でこんなこと悩んでおりませんか？野菜の栽培方法がわからなくて困っている。正しいやり方でやっても失敗しがち。自分で農具や農業資材、種や苗を全部揃えるは大変。詳しい人に相談しながら野菜作りを楽しみたい。それ全部シェア畑にご相談ください。興味のある方は動画の概要欄からアクセスしてみてください。お待ちしております。